ロボコン大賞受賞されました。今のお気持ちは？いや、本当に今年は大賞絶対取ってやるぞっていう最初その思いで、その気持ちでロボットを作ってきたんで、本当に今は、助けてくれた全ての人に感謝したいです。本当にありがとうございました。いや、本当にここまでこだわってきた結果ありましたね。そうですね、もう本当にこだわってこだわり、もう本当こだわり続けました。もう、はい。その原動力って何だったんですか？原動力はやっぱり、やっぱこういう地区大会でも、やっぱ全国大会で、やっぱこう見てくれてるお客さんの前で、やっぱ絶対もういいパフォーマンスしてやるぞっていうのが一番の原動力だったと思いますね。はい、はい、ロボコン大賞最高の栄誉です。いかがですか？最初キネクトが動かなかった時に、ロボットが動かなかった時にすごい不安でしたけど、皆さんが昨日、画像認識の装置がほとんど作動せずに、このままどうなるんだろうっていう思いを皆さんしました。でも、皆さんだけじゃなくて、みんなが助けてくれたんですよね、変わって。そうですね、みんなの力で合わせて、もうできればもう2日、1日しかなかったんですけど、もうなるべく詰めて、もう最善を尽くして、もうここまで形に持ってこれたので、よかったと思います。大丈夫？何か言いたいことある？嬉しいです。今日もロボコン大賞を受賞した浦田高専の皆さんでした。もう一度大きな拍手をお願いします。ここまで表彰式でした。